えー、皆様、こんばんはん、えー。南の島、沖縄からお送りいたします。ボギー大佐の言いたい放題。えー、今日から9月1日ということでございまして。いやーもう本当にね、今年も、えー、3分の2ぐらいはもう終わっちゃったかななんていうと、時間が非常にね、早いななんてね、思ったりします。 さて、えー、今夜もですね、いろいろ沖縄関係のお話をさせていただきたいと思います。ハチさんどうも、こんばんはんこでございます。えー、それから、ボギー中佐。はい。えー、今夜は22時から、えー、YouTuber の方で、ワンヌウムイの8月10日分公開ということでありがとうございます。はい。それと、ハチさんの方から、応援スター。 これは8さん、さっき星が流れていたのはこれなんですね。なんか新しいアイテムじゃないですか。はい。すごいなんか、えー、華やかで良かったですね。はい。それが江戸前あさり小僧さんからはニラが届いております。こシさん、今夜もよろしくお願いいたします。それが肉球さん。はい、えー。いらっしゃいませ。そしてコシさんの方からは賑やかなクラッカーが届いております。それと、 マリンアウト電柱をこよなく愛するオキパヨ愛好会埼玉出張所所長さんからはニラが届いております。さて、えー、今日は沖縄ネタ。実はね、これ、えー、お中元のお返しとして帰ってきたやつでございます。 はい。肉球さん、ニラ、ありがとうございます。森の都さんも、こんばんはんこ。さて、皆様にお尋ねでございますけど、皆さんのところでですね、お中元やお歳暮で、これ、来ますこれ。はい。沖縄はね、これ結構来るんですよ。当たり前のように。なぜかというと、沖縄ではね、これもう、 家庭ではね、もうみんながもう活用している、まあ一つの常備品ということでございまして、まあこれ沖縄のね、スーパーに行きますと普通に箱で売られております。箱。そしてね、何もあの、お中元、お歳暮にかかわらず、箱ごと買っていく家庭も非常に多い。まあつまり普段から、えー おかずにね、使っているということでございまして、まあ代表的なものは、えー、一番ね、私がこれで好きなのは、そうめんチャンプルーですね。はい。そうめんチャンプルー。そうめんをね、ちょっと固ゆでをしまして、はい、片茹でをしまして、えー、このシーチキンのね、あの、油と一緒に炒めると。そして少しだけ胡椒を足して、あとね、 ニラを入れるんですよ。ニラ。ニラですよ。ここでニラです。はい。ニラ。そしてね、火を通すと、ものの見事なそうめんチャンプルーが出来上がるということでございまして、私はそれにね、思いっきり一味唐辛子をかけて食べるのが大好きでございます。まあ、この沖縄風のそうめんチャンプルー。 皆さんのところにもある材料でできるんでねちょっと作ってみるのもいいと思いますまあこのコツはそうめんはちょっと固めにゆでるということはいかめにあの柔らかくしてしまうとまたフライパンの上でね火を通すんでさらに柔らかくなってしまうんですよねですから少しね硬いぐらいのゆで加減にゆで上げた後ですね、えー、このフライパンの上に置いて えー、このシーチキンをね、えー、油も一緒に入れて、炒める。そして、えー、適当にね、味はあの、味しようか塩でね、適当に整えて、ここで入れてね、忘れたらいかんのがニラなんですよね、ニラ。はい。はい。シーチキン食べたいと <laughs> いうことで、ハチさんどうですかこれで作ってみても美味しいと思います。あとね、小さい頃は、小さい頃はあの、品蕎麦。 品そばも皆さんとかあります品そばなんか差別用語だって言ってリベラルのね人たちが怒りそうなんですけど、沖縄では普通に品そばと売っておりまして、その品そばでつく作るそうめんチャンプルーも非常にうまい。はい。お酒のつまみにもバッチリなんですよね。まあそれと沖縄にはね、いろんな食材がありまして、 結構沖縄では普通に食べていて、県外ではあまり見ないのが、ふでございます。ふ、まあ。県外に行くと、ふというのはね、あの、味噌汁の具としてね、よくあったりしますけど、沖縄では味噌汁にふが入ってるっていうのは、まずありえません。じゃあ沖縄で売ってるふは何するのっていうことなんですけど、一旦ね、水に戻して、えー、絞った後にね、ふ、 ーャンプルーというね符をまた炒めるんですよここでもまたねニラが出てきますニラ。はいニラが出ますこのフーチャンプルーも非常にうまいそして最近私がね符でちょっと凝っているのがえ沖縄のね大きな符があるんですけどそれを水に戻した後、思いっきり水を絞ってそのまんまサラダにするんですよこれでもおいしい はい、美味しいです。千年女性さん、ボギーさん、皆さん、こんばんはん。ウクエの日から腰が痛くて、今夜の夜勤は休みましたということで、いやーね、女性はもう、お盆の時にはもう、フル出勤ですからね。はい、仕事のある方は帰ってきて、お盆のね、準備したりね、もてなしをしたり、片付けをしたり、 あとね、みんなが帰った後にまたね、この、うさんで、お中元どこに誰をね、誰にこれ回そうかとか、一生懸命考えたりね、本当に、うちのあの女性の方々はすごいと思います。男は集まってね、飯食って酒飲んでみんなでギャラギャラ笑ってるんですけど、その陰で女性の方々が思いっきりね、裏方として頑張ってる。 ということをね、はい、私は知ってますんで、本当に、千年女性さん、本当にご苦労様でございます。美月さんから、はい、えー、ニラが連発へ届いております。あつさん、ラーメンのことですかということなんですけど、品そばはね、ラーメンとは違います。どうですか皆さんのとこ、品そば売ってます多分、千年女性さんのところには、普通にね、大きなウルマフも、 ね、あと品そばも売ってると思うんですけどどうでしょうか中佐のとこなんかうどんが有名なとこですけど品そばってあります品そばいやこの品そばもねマジにあのそうめんチャンプルーに使うとうまいうまいんですとにかくうまいはい塩さばさんとこどうですあの品そばって置いてます しそ,ばそしてこうやってねシーチキン箱買いとかするんですかねみんなどうでしょうかこの箱買いするの沖縄だけ <laughs> なんですかねはいこれ本当に一箱丸ごと届いておりまして塩沢さん千葉にはないですねとボギー中んも見ないですねということでございましてね はい、このしなそばも沖縄のスーパーに行くと普通に売られていてこれで作るそうめんチャンプルーも非常にうまい普通のね白いあの白髪そうめんで作るそうめんチャンプルーもうまいでも忘れてはならないのはシーチキンとニラでございますニラニラですよニラはいえー千年女性さんしなそば乾麺で売ってますねーっていうことで ニラたくさんとツナ缶うまいですよねということで、やっぱりね、シマンチュ関係は、はい、これで非常に美味しい思いをしております。秀樹さんところも、なしということでございましたねえ。ぜひ皆さん、あの、品そばがなければ、普通のね、白髪そうその白髪そうを少し固めに茹でて、フライパンの上に置いてですね、そこにシーチキンと、 えー、シーチキンの油。そして、えー、このね、ニラです。ニラをね、<laughs> とにかくニラをどっさり入れるのがコツ。はい。そしてそれをね、炒めるんですよ。はい、炒めます。でね、ちょっとあのー、それだけで味がちょっと物足りない場合には、ちょっとね、しまますとか、ね、そういったあの、味塩でもいいです。それちょっと加える。で、人によってはね、少し胡椒を足す場合もあります。 胡椒を足すとね、このシーチキンの魚のね、魚臭さが一瞬にして消えるということでございまして、ただ入れすぎると、えー、ピリピリ辛くなってしまうという感じでございます。えー、ぜひ皆さん、秋の夜長にですね、ちょっと小腹が空いた時に、えー、そうめんチャンプルー作ってですね、えー、スーパーなどで売っている泡盛り、だいたい皆さんとこには 置いてる泡盛は残パとかだと思いますけど、それをね、氷を入れて、ロックで飲みながら、このそうめんチャンプルーに一味唐辛子をかけながらね、食べると。はい。そして夜風に吹かれる。いやー、これって最高ですよ。はい。ごま湯入れても美味しいですよっていうことで、やっぱり女性はね、こういったアレンジが非常にうまい。そして、 シャンプルーもさらにうまくなる。沖縄って結構ね、ごま油使いますよ。何にでも使う。私なんかね、インスタントラーメンにすらごま油入れたりしますからね。はい。えー、秀樹さん、品そばって沖縄パヨクは発酵しないのかなっていうことなんですけど、いや、昔からあるから全然問題になったことないですね。森の都さん、シーチキンの箱売りは <laughs> 道の苦戦台ではないですと。いや、ほんと沖縄のね、スーパー行ってみてください。普通に箱で並べてます。普通に箱。ね、お中元、お歳暮の時期になりますと、箱がね、きれいに包装されてえ、シーチキン、ケース、売りといって並んでおります。はい、それが今日私のとこに、はい、一つ回ってきまして、 しばらくはシーチキンはもう買わなくていいかな、なんてね、思っております、まあ。沖縄のね、ちょっとした食文化のご紹介でございました。皆さんのね、えー、地元にもある食材で思いっきり沖縄料理作れますんで、ぜひ、このそうめんチャンプルー、一度作って食べるとね、結構やみつきになりますよ。 こういう食べ方があったのかっていう新しい発見になると思うんでね、ぜひ皆さん挑戦のほどよろしくお願い申し上げます。さて、えー、今日はですね、あのー、関東でね、大きな地震があって、えー、それから、えー、100年ということでございましてね、まあこういうふうにね、 あの関東大震災まあその地震のね火災によって、まあ、多くの人たち、えー、約10万5千人ぐらいの方々がそのほとんどがね火災によって亡くなったというね、まあ、本当に大きなね被害が出た地震でございますが、まあ、今日はさすがにね、えー、関東大震災から100年目っていうことで。 沖縄の新聞もね、え防災減災についていろいろ書いてるかなと思ったんですけど、なんとこんなことを書いていますよ。皆さんにお見せしたいと思います。ドン。琉球人の被害調査研究少なくということで、はい、えー、関東大震災100年、差別とね、 はい、差別と虐殺ということでもうねもう何でもかんでももう差別差別につなげようとするこの強引さ見ててねヘドが出ます今ねこの日本もねこの30年内に大きな地震が来るって言われてる中どうすれば地震があった時にね命を守れるのかとかね 自信があった時にはこうしましょうああしましょうとかいう話ではなくなぜこういうふうにねわざわざ琉球人と書いてね差別と虐殺はいよくもよくもよくもねあのこのように書いているなというふうに思いますいやね何ですかこの琉球人って 当時大正時代ですけどその時琉球人だったんですかその時ってもう廃藩置県も終わってますから沖縄県民だったはずなんですけどねはいえー、八さん関東大震災起こった時のことを亡き祖母に聞いたら東京名古屋の鉄道が途中で止まっていたということえー、埼玉出張所所長さんからは 差別で思考停止していますと。小サバさん、どうしても被害者ポジション確保したいのがよくわかりますということで、本当に呆れ果ててものが言えない。そしてね、こういう記事も載っております。賢人ら犠牲忘れないということでね。はい。もうね、 あの、このように、県民が事件20年調査する島袋さん、えー、関東大震災100年、ね、5日現場で被害者追悼なんて書いてますけど、いわゆるね、これ何をしに行って何を言いたいかというと、このね、関東大震災の時に、沖縄県民がね、 あそこでは琉球人って書いていたのに、こっちでは賢人って書いてるんですよ。この二つの表示の仕方って非常におかしい。さて、これ、記事を大きくしたやつです。えー、関東大震災では朝鮮人が暴動を起こしたなどの流言を信じた自警団が朝鮮人らを襲う事件が各地で相次いだ。 言葉に鉛がある地方出身者も狙われたということでね。はい。東京から県見川町に逃れてきた沖縄、秋田、三重県出身の20代男性3人は時警団に朝鮮人と勘違いされ、針金で縛られ残殺されたということで、顔もわからないほどに殴られた3人の遺体は川に投げ捨てられた。 朝鮮人への差別に排他的な意識が加わり事件が起こったと指摘するということで最近ねこの沖縄と朝鮮をね結びつけようとするなんか妙な動きをね私強くやっぱり感じていますねいわゆるこのね、えー、朝鮮まあいわゆる日本のね 彼らが言うには植民地支配なんて言うんですけど、そういうふうにね、山と日本に虐げられたね、当時の朝鮮と、今の沖縄は一緒だということで、その朝鮮と沖縄をね、同一視させようとするような変な動きが最近顕著なんですよね。ですから、このね、 えー、タイムさんの記事いろいろ見読んでみるんですけど、実際にそういう大きな地震が起きた時にはどうしよう。ね、火災に合わないためにはどうしたらいいのか。どういうふうに避難したらいいのか。えー、そして当時はね、なかった津波。その津波から逃げるにはどうしたらいいのか。そういったことをね、私一面使ってね、全部を特集組んでもいいと思うんですけど、そういったのは全くなくてですね、その、 関東大震災の時に、ね、琉球人が殺されたとかね、賢人が殺されたとか、こんなことばっかり、挙句の果てに差別差別その差別って、地震起きた時に何か役に立つんですかね。はい。いやー、本当にね、異常すぎます。はい。 いやー、本当にね、もう、八八さんがね、はっきり言ってますけど、沖縄県民は日本人だと私は思いますということでありがとうございます、まあ。このように最近新聞、そしてね、あちら界隈の指揮者は、えー、必要にこの沖縄とね、えー、朝鮮半島をね、近づけようとしている、なんかどす黒い意図をね、私強く感じます。まあ、特にこのね、沖縄、 名護市の辺野古のね、半吉運動の現場に来るのはもう漏れなく、朝鮮からの人だったりしますからね。はい。そしてそういったね、朝鮮の連中との結びつきをね、この沖縄の、えー、県も今一生懸命進めておりまして、まあ、2ヶ月前には、副知事がね、最終党に行ってそこで、えー、向こうのね、平和、 団体なんかと交流をして沖縄とのね結びつきをね強化していくなんてやってますけどいや向こうのねいわゆる反動まあいわゆる反日反米団体と連携をして沖縄で何をさせるつもりなんですかね。でその訪問の後にねまるでそれに、えー、誘われたかのように沖縄にねあのー、韓国から 何名もの活動家が来て、辺野古で反基地運動に参加してましたけど、いや本当にね、この沖縄の左右の皆さん、県内でね、えー、そういった支持が広がらないからと言って、 えー、そういった昔の話を蒸し返してですね、えー、韓国の方々も大変だったんだ今の沖縄とね重なって見えるんじゃないですか皆さんどうですか日本っていう国は本当に私たちを、えー、差別してるんですよ苦しめてるんですよっていうふうにね言いたいのかなそれとねこの処理水の問題でも韓国は珍しくねあの政府は、えー、この日本のね 処理水放出に、えー、肯定的な態度をとっていますけど向こうの野党とか一般の人たちっていうのはねもうとにかく日本けしからんとね。 また、ノージャパンといって日本製品のボイコットまで始めたということでございましてね。いやー、私は思うんですけど、ボイコットするぐらいだったら断交しろなんてなんで言わないのかななんて思ったりしますが、そういった連中とね、この沖縄をね、あの、結びつけようとするのは私は大反対でございましてね。まあ、県の独自外交というのは、私から見ると、どう見ても外観誘致にしか見えない。 はい、外観誘致にしか見えない裕、はい、作さん「暴力的なのに平和団体とはこれいかに?」ということでハッチさんおっしゃる通り半島の人は日本に憧れがあるんですけどやつら時代主義じゃないですか、ね、中国はねあの自分たちのお兄さんとそして日本は自分たちの弟だと思ってますから勝手にね だから日本に対していつも上から目線なんですよ。でもね、発展し豊かになった日本が羨ましくて羨ましくて仕方がない。でもそれを口にするのはプライドが許さないということでね、とにかくこき下ろすことで、えー、自分たちの優位性をね、流飲を下げているだけだと思います。まあでも日本もね、早いとこう、竹島返せと。ね あの、2025年末までに竹島を現状に戻して、解説が要求すりゃいいのに、本当にやらないですよね。もうね、誰がそれ邪魔してるんですかね。私が国会議員だったらやりますよ、こういうこと。ガツ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 。はい。えー、ユーサ作さん、えー、日本とあの半島との間に何が必要なのか、それは距離だと思うということで。 ザブトン5枚でございます。なかなか優作さん、うまいところに落としますね。まあ、こういう感じでね、沖縄の人たちへのね、基地の負担とね、それから、え日本によって抑圧された、あの、朝鮮の人たち。それもずっとずっとずっと前のことなのに、それをいかにも今のことのように蒸し返しですね、沖縄の人たちのね、 えー、反日感情を煽ろうとする新聞。ね。関東大震災100年。そ、そのね、同じようなことが起きた時に我々は何をすべきかということを一言も書かず、ね、朝鮮人を出したり、ね、琉球人と書いたり、とにかく差別だ、なんだかんだと言ってね、あの、日本をね、憎しむような、 そういった報道っていうのは、いかがなものかというふうにね、私は思います。はい、ということで、えー、今日はね、えー、関東ね、大震災から100年ということで、沖縄の新聞は何を伝えたかということでね、お話をさせていただきました。えー、それとね、皆さん週末ぜひ、そうめんチャンプル。はい。そうめんチャンプル作ってみてください。すごい簡単です。はい、そうめんチャンプル。 ね、このそうめんをちょっと固めに茹でるのがね、コツです。柔らかく茹でてしまうとね、デロデロになってしまいますからね。はい。ちょっと固めに茹でる。そしてね、千年女性さんからのアドバイスで、ごま油を入れるとさらにうまくなるということで、塩加減はね、自分の好みでいろいろやってみてください。えー、このシーチキンのね、だし でねあの別に出汁の素とか入れんでも十分うまくなると思いますか辛との人はね一味唐辛子をかけてはい、えー、泡盛のロックでいただくと気分は沖縄の居酒屋でございますということで、えー、本日の放送、えー、これにて、えー、終了させていただきます明日は土曜日 あのね、台風の影響なければ通常通りまた放送させていただこうかと思っております。では皆様明日また同じ時間にお会いしたいと思います。本日もご視聴誠にありがとうございました。